スノーマン、ディズニーロケで一番はしゃいでいたメンバーは？裏話を告白、スノーマン、東京ディズニーリゾートで一番はしゃいでいたメンバー明かす11日放送の同局系、それスノーマンにやらせてください。2時間半スペシャル、夜6時30分で初めて東京ディズニーリゾートを訪れたスノーマン。ディズニーはいつぶりでした？と問われると、1年前、という向井康二や、5年くらい行ってない。デビューして初めて行った、デビューする前々前、というラウールと目黒蓮に対して、宮舘涼太は、先月も行ってますし、普段夢を提供してるじゃないですか？なのでディズニーに行って夢をいただく、とディズニーリゾート好きを明かし、深沢達也からも、宮舘が、一番はしゃいでた、と暴露された。渡辺翔太、目黒とチームで行動していたという阿部亮平は、目黒がぼそっと、番組も大事なんだけどさ、アトラクションめっちゃ乗ろうねって。多分すごくテンション上がってた、と目黒のテンションの上がった発言を振り返った。